はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。11時半ですね。電波は引けたのかな。今29分ですね。マイナス90 まあ動きなしですね。はい、プラスで始まったのがですね、マイナスになってますね。今89です。まあまあ動きなしですね。ドル円も145ですね。はい。香港ハンセンマイナス127と。はい。原油が 72.92 と、昨日よりかは堅調な感じですね。でドルウォンはですね、1340と、まあ、この辺りをでうにゃうにゃしてますね。はい、さて、本題はですね、まあ、これがですね、何が影響しているのかっていうのは多分洪水だと思うんですけどね。中国で野菜が高騰してるらしいんですよ。中国各地で野菜価格は高騰し続けており、肉より高い、買えないとネット上では市民の喘ぎがあふれていると、野菜高騰の原因は高温などの天候の影響を受けて野菜の生産量が減少したためだ。いつもより高温ですよね。で、それでこう高温な場合は野菜高くなるんですよね。私も日本で多少野菜の価格っていうのをですね、見てますけども、自分で買う時もあるんで、まあ玉ねぎなんてね、一つうちの近くのイオンではですね、安い時は39円なんですよね。高い時は89円とか120何円の時ありましたね。人参一本も安い時は39円なんですよ。高い時はどうでしょう、120いくらかな。まあそんだけ上がったり下がったりするものなんですよね。やっぱし天候でしょうかね、原因は。ただね、これ一時の現象であればいいんですけどね。中国農業農村部が公表したデータによると、重点観測の野菜28品目の全国卸価格は 40% 以上高騰と。特に中国の家庭で好んで食べられるサヤインゲンは一部スーパーマーケットから姿を消していると。あるスーパーの店員によれば、サヤインゲンは高いし長期保存できないからですね、仕入れないと。売ってる店もあるが、500グラムあたり10元200円近くって安いやん。中国人の収入ってね、上海や北京 の一流どころではほぼ日本人と変わらないか、日本よりいいぐらいなんですね。ところが大半の中国人というのはですね、どう言いますかね、極貧なんですよ。年間60万円ぐらいで暮らしていると言われてます。そういう人たちにとってですね、一月5万円でしょ、500グラム10元200円は高いのかもしれませんね。習近平は高らかに貧困を脱出したなんて言ってますけど、全然それは嘘でして、まだまだ貧困なんです。まあ、だからですね、こう野菜の価格が上がるというのはですね、中国 の一般人からすると結構痛いわけでして、もう毎日買わざるを得ないでしょ、野菜って。やっぱりそれ嫌ですよね。でね、これは共産党のせいではあんまりないと思うんですね。多分洪水も関係してると思うんですよ。洪水でですね、畑が前になって取れないところの関係で、洪水はですね、共産党の治水事業がうまくいっていないと、一部よろしくなかったという結果だと思うんですけどもですね、まあ、天候はどうしようもないでしょうね。でも庶民はどう考えるかというとですね、物価が上がるというのは政府が悪いというふうに思うんです。政府の政策が悪いんやろうというふうに考えてですね、実はこれが一番ね庶民の不満を貯めるんですよ。で、結局それがですね、こう政権を転覆するのにつながったりもするんですね、実は。古い話をしますとですね、国境内戦というのがありました。日本が1945年に負けてですね、国民党軍に降伏をしたんですけども、その直後からですね、国民党軍は共産党をですね追い立てたんですね。
つまり延安にいる共産党を出したんですけども、これがなかなかですねうまくいかなかった。最初はうまくいったんですけど、なぜかですね共産党はどんどん勢いを増していったんですね。その原因がですね物価と言われてます。物価つまり共産党の占領地域では物価が安定してるんですよ、うん、ところが国民党の占領地域っていうのは腐敗が進行してまして、もう役人がですねこうあれを紙幣を乱発するんですね。貨幣を乱発するんで物価が安定しないんですよ。なんで人々は共産党の占領を望んだんですね。結局だからですね共産党人々の味方は人々を味方につけた共産党は勝つんですよ。まあこのね何て言いますか、なぜ自分たちが国民党を追い出したのかっていう、共産党にはそういうですねあれがこう遺伝子に組み込まれているんですね。だから物価には非常に敏感なんですよ共産党って。ところが野菜はねどうしようもないでしょ。工業製品であればねある程度調整はできるでしょう。たくさん作るとかね、ある程度調整できるんですけども、野菜とか農作物だけはですね、特に野菜なんかはあんまり輸入が効かないでしょう輸入しようにも周りからこう野菜を売ってくれる国ってのはほとんどないんじゃないですかベトナムやですね、インドネシアあたりからまあまあ一生懸命運ぶしかないぐらいでですね、野菜ってそんな日持ちせえんでしょなんでですね調整が効かないんですよ。調整が効かないところがですね物価高騰するとですね庶民がですね怒るわけです。まあどうしようもないんですけどね。どうするとですね不満がたまってですね、これがですねただでさえうまくいっていない経済に不満を持っている人々、給料もらえへんやんと、預金引き出せへんやんとか言って馬持ってる人たちにさらにですねこう共産党がというですね怨念がたまるという、そういう図式ですね。だからですねまあ一時ね今高いっていうのが収まればいいんですけども、収まらなければですね下手したらこれね社会創造創有というかの元になりますよ、はっきり言うて。でそのうちですねこう物価が高いのは共産党が悪いねと思う人々がですね街に出て騒ぎ出すなんていうことにもつながりかねません。なぜ生活必需品ですからね。テレビ買えへんとかパソコン買えへんとかってまだ我慢できますよ。まあなんとかね、なんとかもう古いもの使おうとかって。でも野菜高いというのはですねこれはですね避けることができないだけにですね、まああれですねちょっとやばいことになりかねないなという気は私はしますね、はい、一応この大紀元のアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。